いいの、はい。ウイスキーの基本的な飲み方は全部で9種類、ストレート、オンザロック、水割り、ハイボール、ハーフロック、トワイスアップ、ミスト、ウイスキーフロート、ホットウイスキー。今夜はそれぞれの特徴と楽しみ方についてお話しさせていただきます。マスター、はい。今日あのウイスキーの飲み方について教えていただきたいんですけど、うんうん、ウイスキーの飲み方、はい、うん、ウイスキーの飲み方はもう本当いろんな飲み方があるっていうかさ、はい、うん、まず基本はこうやって飲む。あ、そういう飲み方ですか。美味しそうに飲む飲み方とか。そうそう、まずこう、うん、左はこう腰に手を当ててね、はい、うん、で肘張って飲むって美味しそうに。まあ、9種類があるんで、まあ、それを、はい、今日は1個ずつ作ってみようか。よろしくお願いします、ね、それでちょっとみんなにさ、ウイスキーってあ、こういう飲み方なんだってちょっと分かってもらいたいっていうか、うん、ちょっと知ってもらいたいみたいな、はい、うん、じゃあそれで1個1個やってみようか。はい、よろしくお願いします、はい、でまず1つ目、ストレート、まあ他の言い方で、まあ、ニート、まあ、そのまま飲む、まあ、こういうグラスに入れてもいいし、あのちっちゃいグラスに入れてもいいけど、まあ、基本的にはこういう足つきのスニフターグラスで、まあ、これが一番香りも立つし、まあ、このウイスキーストレートで飲む以上本来の生のウイスキーの味を感じる、まあ、そのためのこういう香りの出るようなグラスで、まあ、色見て、あとはもう、うん、こう香りをもうほんと嗅ぎやすいしね、よくわかる、うん、甘い、ほんとバニラのような香りがするよ、まあ、このウイスキーの特徴かもしれないけどね。で、まあ、ちょっと見て、まあ、綺麗だなって、キラキラしてればもう問題ない、ちょっとでもくすんでたりするとアルコールが飛んで、コルクからちょっとカビが移ってるかもしれない、うん、まあ、香って、うん、で、一口味見、いいの飲んで、あ、じゃあ一口ですね、うん、いい香りだ。うん、うん、うん、まあ、こんな感じで口に含んで飲んで、まあ、ぐーっとこうアルコールがピリピリくるから、でその時その後戻ってくるから、こうぐわっとウエッとで、まあ、とにかく香りがこう戻ってくる。でこれが余韻で、このウイスキーの12年の長さの余韻、例えばこれが25年30年いつまでもいつまでも鼻からこう本当爽やかなウイスキーの香りが抜ける、うん、まあ、こうやって色見てアルコールのこう粘度っていうかな、ここにグラスの縁についてるじゃん、うん、これ足っていうんだけど、レッグってさ、うん、でこれを見て、あ、どのぐらい熟成してるかなっていうのが分かるから、ねっとりいつまでもいつまでもグラスの縁についてたら結構熟成してるねとか、まあ、ワインとかもそうだしさ、はい、うん、それでまあ大体見た目で判断、鼻、目、まずそこで分かって、でこの飲んで味で体でグーッと感じて、ああ自分に合う合わないなとかさ、ああこれ好きだなとかさ、まあ、そんな判断ができる飲み方の一つだね。まあ大体でもこういう時は一緒に水とか飲まなきゃダメだね、はい、うん、ソーダ一緒に飲んだりとか、うん、でそれをチェイサーって言うんだけどね、はい、まあそういうお水を、まあ、バーに行ったらもうこうやってストレートで頼んだら必ずチェイサー出てくるから、でもその時ちょっとシュワシュワしたけりゃソーダを、うん、チェイサーでソーダくださいとか炭酸くださいとか、うん、まあ別にこれ他の飲み物だっていいし、はい、なんか他に、まあとにかく一緒に飲まないと、もう食道が焼けてもうすぐ死んじゃうよ。こんなのばっか飲んでたら極論ね、極論だからちゃんとお水たくさん飲んで、はい、まずあの、うん、ストレートなんですけど、うん、こういうスニフターグラスじゃなくて、うん、ショットグラスで飲むイメージっていうのも結構あるんですけど、うん、それは、うん、あ、でもそういうのが好きな人もいるね、やっぱりこういうのでちょっとなんかこう物々しく飲むんじゃなくて、はい、ほんとグラスにトコトコトコって入れて、まあ、こんなちっちゃいグラス、それに入れてキュッと飲む、そういう人もいるし、まあスコッチっていうよりはなんかそういうのって映画のワンシーンで出てくるのはやっぱバーボンウイスキー、バーボン、バーボンなんかちょっとちっちゃいグラスに入れてさ、カウンターでシューみたいなさ、イメージありますか、ね、キューみたいなさ、はい、うん、でちょっとなんか遊び行くぞみたいなさ、アメリカンウイスキーもしくはバーボン、あの辺はまあちょっとショットグラスで、っていうかなんかかっこいいじゃん、そっちの方が、はい、うん、なんか
うん、こういうのはやっぱちょっとなんとなくイギリスって感じするじゃん。あー確かに英国みたいな紳士っぽいっていうか、そう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 、うん、しかもちょっとなんか味わうんじゃないですか、喉でカンと飲むってこと。あーかっこいいですね、うん、かっこいいじゃん、うん、どっちかっていうと若い頃ってそういうのに憧れるじゃん。確かに、うん、20代とかさ、なんかキュッと、俺もよく昔飲んでたからさ、あ遊び行く前やっぱキュッとワイルドトラキー飲んでさ、へあとジャック・ダニエル飲んでるさ、はい、うん、いいですね、そんな風に飲んでたね。2つ目はオン・ザ・ロック、ロックグラス、オールド・ファッション・ド・グラス、こういうグラスですね、こういうのに、氷を入れて、まあ、別にこの大きい氷じゃなくてもいいし、氷ババッと入れてドコドコって入れちゃってもいいし、まあバーだったらこうね丸氷とかちょっと大きな氷が出てくるから、まあそれでこういう風なスタイルで、うん、まあ大体ここにシングル大体メジャーカップ30ミリ、うん、それがまあワンショット、シングルみたいな感じで、まあそうするとこのくらいの、うん、まあ氷の大きさにもよるけど、まあ大体このくらいの比率っていうか、このくらいの大きさのグラスにこのくらいの氷で飲むスタイル、オンザロック、かっこいいね名前ね。かっこいいっすね。オンザロック、なんかロックってかっこいいじゃん。かっこいいっす。うん、あのロックスタイルの、うん、要はあのウイスキーをロックで、うん、バーで頼むと、うん、シングルにしますか、ダブルにしますかって聞かれることが多いと思うんですけど、うんうん、それはどういう？シングルダブル？まあ要は本当メジャーカップ、このね今これで継いだ、はい、うん、このメジャーカップで1杯シングル、2杯ダブル。まあトリプルとかっていうのはあんまりないけど、まあ家だったら別にそんな測る必要ないけどさ、はい、まあ大体シングル、まあ大体ほら基本的にシングルいくらみたいな、でダブルでいくらとかさ、大体30ミリ、はい、うん、一杯シングル、うん、60ミリがダブル、そうダブル60ミリね。じゃあダブルでっていうと倍量のウイスキーが出てくるってことですね。そうだね、うん、まあでもそれだよね、ちょっともうちょっと入れてくれたりするよ。あ、うん、ダブルだ、もうちょっと気持ちよとか、なそういう場に行ってはいいね、うん、気持ちのあるバーに。僕がこの間バーに行った時に、うん、あのロックのおかわりを頼んだら、うん、グラスはどうしますか、うん、って言われたんですけど、うん、それはどういうことなんですか。いやだからほら、これが氷が溶けたのが好きな人もいるから、はい、そこにちょっともう一回ついてほしい人もいるし、いやもうその氷が溶けた新しい氷で新しい違ったグラス、そうするとまた味わいも変わるじゃない、この唇に当たってる感じがちょっと違うグラスだったりすると、うん、そういうの、まあだからそういう意味だね。だからほんとこんなちっちゃくなる氷の好きな人もいるから、はい、だからそれでシングルを何回も何回も同じグラスで飲むっていうか、じゃあグラスどうしますかって言われたら、うん、じゃあ同じグラスでお願いしますとか、うん、新しいグラスでお願いしますって伝えれば、うん、そうだね、グラスお取り替えしますかとか言われたりするからさ、うん、グラスどうしますかって言ったらお願いしますっていうな、うん、まさかこんなんで飲むわけにいかないじゃん。なるほど、グラスでお願いします、ちょっと手のちょっとあれなんでみたいな、そういうことなんですよ。でロックっていうのは、基本的にこういうグラスに氷を入れてウイスキーをトコトコトコついてる、まあ、そんな感じの飲み方がこのロックです。次は3つ目、3つ目は水割りね、水割りっていうのは本来イギリスなんかでは1対1、うん、本当にウイスキーに対して水を入れるだけだけど、まあこうやって我々日本人は氷を入れたグラスにウイスキーを注いで水で割る、まあそれを混ぜて飲むっていう、そういうなんか昔からのそういう文化があるっていうか、まあ多分前にも動画でねやったけど、水割りの文化っていうのは本当に日本独自の文化で、でまあとにかく水が美味しいっていう国なんで、こういうのが多分成り立つというか、スムースな飲み心地で、とてもこうストレートなことと違う入り方っていうか、優しく入ってくるっていうか、でまあ基本的にウイスキーの味を確かめたいとかっていう時はこんな冷やしてこんな混ぜてで飲んだらわからないとは言うかもしれないけど、でもウイスキーの美味しさがふっと出てくるのは水割り、うん、なんか本来眠ってたものが水と一緒になったことによってふっと出てくる、うん、しかも冷たくて飲みやすい、でまあ長時間仲間と一緒に時間を共にする、そんな時に体に優しいし、まあゆっくりゆっくりこう酔えるようなそんな飲み物
そんなウイスキーの飲み方の一つ、水割り、うん、まあウィズウォーターっていうとまたちょっとね、あの違くなってきちゃう感覚もあると思うんだけど、もうこれは本当に水割り、本当にアルファベットで水割りって書いてもいいかなと思うよ。水をで割るじゃなくてさ、うん、水割りっていうこう飲み方、うん、これが今日の3つ目ね、まずね、うん、よし、美味しい水を飲んでるみたいだね。うん、これをペットボトルで飲みたいね。ぎゅーっと冷たいの。そのくらい飲み口が優しい。四、うん、つ目、ソーダ割り。まあ今流行りのハイボール。まあ、ウイスキーをソーダで。だからこれバーボンでもいいし、なんでもいいよね。ソーダ割り、ハイボールなんてのは。うん、このウイスキーじゃなきゃっていうのはないけど、で今ちょっとほらやっぱ家なんかで核のハイボール飲む人もいるし、その冷凍庫に入れてソーダグラス冷やしてで氷でシュワシュワっと飲む、でそういうのはレモン絞っても美味しいし、だからソーダ割りっていうのは別にあのそんな定義といったらソーダで割ればいいだけだから、うん、だからそんなに難しく考える必要ない。自分の好きなようにレモンでもいいしオレンジ入れてる人もいるし、うん、ただバーに行ってウイスキーを頼んだりする場合は、うん、こういうシングルモルトだったらこんな感じでちょっと飲み口ね、ほんと飲みやすいようなグラスに入れてくれたりもするから、うん、いいウイスキーの飲み方の一つ。まあ流行ってるのこれが一番入ってるかもね、もしかしたらね、うん、いいね。食べ物にも一番合うんじゃないですか。うん、そうだね。うん、ほんと、食中でいけるっていうのはいいんじゃないかな、ハイボールって。まあ、ロックとか難しいもんな。なんか焼肉食ってて、ウイスキーのストレートとか飲んだら、あいつ何者なんだと思われちゃうからさ。ね、もうそれまずいじゃん。確かに。うん、まあ、それがロックでもちょっと微妙なとこあるけどさ。うん、まあ、でもハイボールだったら、なんかちょっと合いそうだなとかさ。だからウイスキー変えていくとかさ。それこそ、ほんと素晴らしいよね、核のハイボールは。ビールの代わりになってくれたりさ。もう何飲んでも何食べてもじゃないけどさ、もうほんと場所とかあんま選ばない今核のハイボールってのはやっぱり俺はもうすごいなと思う、うん、ウイスキー初心者の人なんかに、うん、いいんじゃないかな。そうですね、こういうので入ってどんどん濃くなっていくっていうか、うん、よく初心者の人で、うん、ハイボールっていう飲み物があると思ってらっしゃる方たまにいらっしゃるじゃないですか、うん、でもウイスキーのソーダ割りって誰ですか、うんうん、ハイボールっていうのは核のソーダ割りのことをハイボールって言ってるって思ってる人も結構いるから。そうですよね、ハイボールといえば核でしょ、うん、え、ハイボールくださいって、ウイスキーはじゃあどんな銘柄でいきますかって言って、え、なんか意味が分かんないみたいな、はい、うん、まあ、そういう人もいるから、はい、まあ、これを機会にハイボールっていうのは、まあ、ちょっとソーダ割りのウイスキーのソーダ割りですよ。まあでもブランデーのハイボールだっていいし、うん、まあ、うん、ソーダ割りハイボールっていうのは、うん、そういう飲み方、飲み物です、うん、次は5番目、ハーフロック、ハーフロックっていうのは、まあ、要はオンザロックのウイスキーに同じ分の水を入れる、だから1対1、まあ、本当ここ数年よく出るようになった、うん、このウイスキーの飲み方です、なんていうのかな、ロックじゃちょっときついけど水割りじゃちょっと薄い、だからちょっと濃いめの水割りっていうイメージかな。このくらいだったら溶けてくればすぐ水割りになっちゃうぐらいのアルコールの強さだから、まあ要はほんと半分アルコールが減るんで、まあウイスキー40度だったら20度ぐらい、まあでもさっと溶けるからもう20度以下にはすぐなっちゃうような、うん、ハーフロックっていうこう今よくここ数年聞くようになった飲み方の人ですね。じゃあロックだとちょっときついなっていう人とかで、うん、でもしっかりアルコールを感じたいっていう方とかにはおすすめ、うん、そうね、飲みやすいロック、もしくは、ちょっと濃いめの水割りっていうイメージかな。わかりやすいですね、うん、わかりやすいね、俺の説明ね。いや、わかりやすいと思います。わかりやすかった、はい、うん、ありがとうございます、はい、次、6番目はトワイスアップ、まあ、ウイスキーとお水で1対1で、まあ、基本的に、まあ、本当トワイスアップって1対1なんだけどちょっと水少なめの方がいいの、はい、若干、
うん、その方がウイスキーを一回際立つ。まあ、この後またちょっとお水足してもできるから、まあでも基本はウイスキーとお水1対1、まあこういうスニフターグラス、まあ、ストレートグラス、うん、まあ香りの出るようなグラスに、これが飲み方、うん、トワイスアップ。最初に、こうくるくる回したりとか、うん、空気を含ませるイメージが結構トワイスアップ、うん、まあストレートもあるんですけど、うん、特に結構こうぐるぐる回したりするイメージが強くて、うん、それはどういう効果というかあれですか。効果、要は混ぜてやるっていうと、あと香り出してやるっていうか、よくもうこう攪拌させるっていうか、うん、まあスワリングっていうんだけど、まあ回してあげる、うん、これは大体この回し方で、こっちじゃないね、うん、なんですか、うん、回しやすさがあるんですか。うん、もう氷じゃこっち。ああ、そっか、うん、こっち。ああ、確かに台風ってこうじゃん。いや、わかんないですけど、うん、こっちハリケーンだ。日本の台風ではこうだ。思想強い。そうだろ、うん、こっちが一番風強いと雨強い。はい、うん、こんな感じ。そうスイング、思想が強いですね。そんなわけでいいか、はい、うん、まあでもこうやって香りを出してあげる、もう要は目を覚ましてやるっていうか、水を入れることによって中に入ってるウイスキーの良さを、うん、開くって言いますよね、香りは。そうだね、うん、開くっていうね、うん、どんどん開い、うん、なんか蘇るとかさ、生き返るとかさ、はい、うん、なんかこう息吹を注ぐっていうかさ、水を入れることによってこう香りを出してあげて、うん、まあウイスキー本来の味をよくわかるっていうか、うん、ストレートで眠ってるものがあるから、それがどんどんこう起きてくるっていうか、開いてくる、うん、かっこいいね、なんか開くなんてね、うん、とってもかっこいいですね、うん、いえ、うん、トワイスアップだね、うん、はい、トワイスアップ。はい、次は、7番目、ウイスキーのミスト、まあ、あとはクラッシュアイス、まあ、どっちでもいいと思うんだけど、まあ、ミストって言えばこういうクラッシュアイスで、まあ、もっと細かくてもいいんだけど、まあ、このぐらいクラッシュアイスで、こうできればグラスはね、こう開いてるグラスよりこう少し中につぼまったようなグラスっていうのがただ理想的なグラスかな、うん、まあ、こうやってキンキンに冷やして、まあ、一気に溶けて、まあ、本当こういうのが好きな人ってほんとたくさんいるからね、こういう飲み方、ブランデーなんかもこうやって飲む人もいるしさ、うん、あとウイスキー、ミストでこういうの、うん、なんかキューって冷たくてまた飲み口も、うん、で、これミストっていうのはさ、まあ、なんでミストかって言ったらもうシュッシュッシュッミストで、まあ、グラスがこう霜張るみたいな、冷えてこう、スーッとで、どん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 溶けていくから、あとどん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 こう、柔らかくなるのも早いから、その変化をちょっと楽しめるっていうかね、涼しげだよね、なんかね、夏に良さそうな、夏にね、うん、夏に、どこで飲みたい、こういうの、外とか の、うん、あのバルとか、そういうとこで出てきたらちょっと嬉しい、うん、違うね、違う、うん、それでもいいね、うん、やっぱりそうだな、外で飲みたいね、いい、俺はこれあれだね、ちょっと夕方、はい、うん、なんかちょっとプールサイドとかさ、プールサイド、うん、なんかこう、よくね、夕方ちょっと暗くなってきてさ、夕日が、はい、沈むのを見ながら、はい、うん、なんかいいですね、うん、好きな人とかさ、友達とかでさ、こんなのを飲んで、これはキャンプ場とかじゃないだろ、そうです、ね、山の上とかじゃないじゃん、でプールはプールでも、うん、市民プールじゃないじゃないですか、うん、区民プールだね、市民プールじゃないね、区民プールの方がいいね、あの23度全市民は敵に回さないでください、うん、でもまあそうだね、そういうプールで本当、はい、リゾート地のプールとか、そうですね、うん、なんかホテルのやっぱこう綺麗なプールとか、まあちょっとなんかそういうところでもいいし、うん、あとはまあそうだな、うん、だからそれこそ家で飲んでも、うん、縁側で、ああいいですね、いいね、なんか浴衣着てさ、うん、花火やりながらさ、そんなちょっと昔の日本の夏を感じながら、ちょっとこういうなんかちょっとまたおしゃれな飲み方っていうかね、こういうのもちょっと知ってたらいいんじゃないの、はい、かっこいいよこれ、うん、彼女にちょっとミストでってさ、バー行ったらさ言ってあげたりとかさ、うん、8番目、ウイスキーフロート、で、まあ、ウイスキーフロートって、まあ本当に冷たいお水に少しこうウイスキーを上にこう垂らしてあげるっていうか、で基本的にはまあ、この飲み方として最初こう濃いのがツーッときて、でそのうちちょっと混ざってきたり、で最後もうほんと水割りのように優しい、ほんとでも、うん、そう段階を楽しめるっていうか、まあロックっぽい味、水割りっぽい味、最後薄い水割りみたいな、そ
そんな感じで楽しめる、うん、でまあ基本的にはこのウイスキーフロートなんだけど、まあ、ウイスキーがフロートしてあるってことなんで、薄い水割りに少しまたウイスキーを、だから12年の薄い水割りに12年を、もしくは12年の水割りに25年をちょっと黒い感じになって濃いウイスキーっていうか熟成のいったやつ、うん、だからこれソーダ割りでも全然ある話っていうか、うん、別にこれソーダにフロートでもいいし、だから結局ウイスキーフロート上にまあこう層ができる、そんな感じの飲み方で、まあ割とこう、うん、今あんまりいないけど昔の人いたけどね、ちょっとウイスキーフロートなかっこいいな、やっぱりちょっと通っぽいですね、うん、なんか見てる感じが、まあ、見た目もなんか綺麗だしさ、うん、こういうので、でも、まあ、俺なんかだったらうまーく下の水だけ飲むことできるからさ、どうやって飲むんですか、うん、ストローで、うん、でごちそうさまっていうもうウイスキー飲めませんですそんな虫みたいな、うん、でもまあほんとこうやってさ、うん、こういう飲み方もちょっとおしゃれな感じ、一番おしゃれだねこれ、なんか確かに綺麗ですね、見た目とさ、はい、うん、あと名前がウイスキーフロート、うん、でこれほんとこういうウイスキーフロートっていう、まあ、ウイスキーの飲み方、はい、うん、も、うん、あります、はい、うん、ウイスキーフロートジュース、うん、やっぱロック感じるね、うん、あ、でも美味しい美味しい、うん、はい、最後9個目、ホットウイスキー、まあホット、お湯で割るっていうかね、昔結構年配の人が飲んでたイメージがあるっていうかさ、まあ特に寒い日なんかは特に合うかもしれないね、うん、あとほらこれこそなんかキャンプ場とかでさ、冬場寒くてさ、こうなんていうの、火を囲んでさ、はい、うん、ちょっと寒い中この熱いお湯沸かしてさ、いいですね、わーってやるんだけど、でも熱すぎるとちょっと美味しくないっていうかさ、はい、熱すぎちゃって、何度くらいが一番ですか、もうだいたい80前後、まあ80度以上、90度以下くらいがいいんじゃない、あ、そのくらいですか、もう本当に沸騰したお湯だと熱すぎちゃって、はい、結局口に運べないし、うん、結局ほら冷めるまで待たなきゃいけないじゃん、はい、だから80度くらいで、うん、アルコールもちょっときつくなっちゃう、そうだね、うん、暑すぎるとね、だからこういうのでちょっと冬場、うん、お家で寝る前なんかこうあったかいもんスープとか飲むといいっていうじゃん、でその代わりに、うん、まあそうね、リベットなんか特にお湯割りとか合うっていうかさ、シーバスとかさ、山崎とか白州なんかも合うね、うん、お家でちょっとこう寝る前に一杯飲むんだったら、優しい水割りを冷たいもの飲むよりはあったかいもの飲んでちょっと体を温めて寝るとまたちょっと深い眠りにつけるとかさ、そういうのもあるから、ちょっとそういう、うん、飲み方としてはホットウイスキーいいね、うん、なんかホットウイスキーだと、うん、結構シナモンスティックとか、うん、そういうのが刺さってるイメージが僕はあるんですけど、うん、そうで長寿入れたりとかさ、シナモン入れたりとかさ、はい、うん、そんな感じで飲んだり、あとだからほらこういうのはまあアレンジももしかしてちょっと甘さがあってもいいっていうかさ、はい、ちょっとオレンジリキュール入れたりとかさ、あ、うん、ちょっとレモンピールペッと入れたりとか、はい、うん、そういうちょっとだから要は少しシトラスみたいな香りも入れたりとか、そういうのでもまた全然ホットウイスキーの飲み方として、うん、うん、家なんかでも簡単に飲める、なんか雪山とかでさ、はい、遭難しそうになった時にさ、ウイスキーお湯割りみたいな、そうなんですね、いいかもしれないね、そんなしちゃダメだよそうですね、うん、そんなしてる時に酒飲んでる場合じゃないですねそんな余裕はないよな、はい、うん、そうだね、うん、まあこんなウイスキーの飲み方もあります、これが、9番目、今回は、このウイスキーの飲み方、まあ9種類ご紹介したわけなんですけど、まあ基本的にウイスキーの飲み方っていうのはまあこんな感じの飲み方もありますけど、まあでもそんなにあんまりこうじゃなきゃいけないとかああじゃなきゃいけないとかっていうのはないんで、まあ好きな飲み方っていうかね、うん、ウイスキーを本当に楽しむっていうのは、うん、いろんな飲み方を知っとくって上でいろんな飲み方を楽しむっていうかね、ウイスキーをまず知るっていうことよりは、うん、こんな飲み方があるんだなって、どん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 この飲み方に合ったウイスキーを、これだったらお湯割りの方が好きだったなとか、ロックだったらこれがいいなっていうので、どん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 、うん、いろんなウイスキーに触れて
で、まあ最終的にはもう飲み方なんか自由だっていう感じでね、うん、それが一番、まあウイスキー楽しむってそういうことだからね、うん、まあこれは別にブランデーでもウイスキーでも、うん、酒を楽しむってことはそういうことだから、うん、あとはもうどこで何を飲むか、最終的には本当誰と飲みたいかみたいなね、うん、そういう世界に入ってくれたら、うん、いいんじゃないかな。とにかく自由に、うん、あんまり決まりはないから自分の好きな飲み方を、うん、してほしいなっていう感じで、まあでも今回の9種類はまあ基本的な9種類の飲み方っていうのがこんな感じでありますよってことなんで、まあこれを何か参考にしてもらって、うん、ウイスキーを知ってウイスキーに触れて、うん、そのうちウイスキーをどんな風に作ってんだろうとか興味持ってくれたりしたら、まあ、ちょっと、うん、興味持ってくれたりしたら、うん、とっても俺なんかやっぱバーテンダーとしてね嬉しいしね、うん、でなんか分かんなきゃ本買えばいいしさ、うん、なんかちょうどいい本とかあるからさ多分さ、うん、そういうの買ってくれればねいいんじゃないかなと思います。マスターが監修してる本も今度出ますもんね。なんで知ってるのそういう流れじゃないんですかこれはそうね、今度ね俺が監修した、うん、10月31日に出る本ね、はい、ウイスキー図鑑、うん、1893円で92円です、ね、あ、92円、あ、1円高かったはいうん、その本なんかでも見ながらさ、うん、いろんな飲み方とか、あ、こういう人がこういう風に作ってんだとかね、うん、あ、こんな場所で作ってるんだなんて、ちょっとなんか本当、うん、スコットランド、まあ、スコッチなんか特にそうだけど、ああいう場所であんな風に作ってるんだなと思うと、なんかすげえこう、なんだろうな、興奮するっていうか、まあ、かっこいいなとかさ、ちょっとウイスキー作りに触れてみたいとかね、うん、男のロマンをこう詰め込んでる樽が何万樽ってあってさ、うん、そのウイスキーを、うん、作ってくれてる人がいて、うん、瓶詰めしてくれてる人がいて、で運んでくれてる人がいて、そして売ってる人がいる。だからみんなの力があって、うん、このウイスキーができたように、俺の本もみんなの力があって、みんなの力のおかげでいい本ができて、でそのウイスキーの本を読んでウイスキーを好きになって、うん、そしてみんなが幸せ。あれ気づいたらすごい告知になってますけど分かった、うん、そっちに持ってこうかなと思ったんです最終的に、はい、うん、でもまあ本当こういう飲み方ね、うん、本にも載ってるし、うん、何ページか分かんないけど、うん、とりあえずこういうのを見てウイスキーを楽しむっていうのも一つの、うん、これから、うん、ウイスキーに触れていく上でいいかなと思ってます。それを知ってるだけで、うん、まあ、バーに行った時に楽しむことができたり、ちょっと安心して注文できるっていうのがやっぱり、うん、あ、そうだね、うん、なんかその時その時でいろんな飲み方をできるっていうか、今日ちょっと暑いからやっぱまず一杯目ソーダ割りで、その時はもうお店のバーテンダーの人とかに、うん、ちょっとソーダ割りで飲みたいんですけど、今日ちょっとソーダ割りに合うウイスキーを一杯とか、ハーフロックで飲みたいんですけど、なんかそれに合うウイスキーをみたいな、うん、そんな感じでね、お店の人に言えば、あ、じゃあこんなのどうですかとかって、ね、そこで何かまた勉強になるし、こっちも勉強になるからね、あ、じゃあ今日はこんな暑いからこういうのがいいんじゃないかなとかね、まあそういう飲み方を知っておくと、またいろいろ世界が広がる、うん、そして、うん、その本を読んでても、このウイスキーを、まあこうやって作るんだっていうのが分かったりすると、また味もひとしおっていうか、またちょっといろんな角度でウイスキーを見れる、ウイスキーに触れられるっていう感じでいいんじゃないかなと思います。どうでしょう、こんな感じで。とってもいいと思います。いい、はい、よかったね。うん、じゃあまあ本当ウイスキーっていうのは、うん、飲み方自由だし、うん、とにかく、うん、楽しく、うん、ウイスキーに触れてほしい、うん、まあそんな、うん、思いで今日はこの撮影に臨みました。うん、まあ皆さんが楽しく酒を飲めるような動画をまたこれからも、うん、配信していきたいなと思ってます。鈴丸の編集一つで変わりますんでよろしくお願いします。本日はご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね。ありがとう。